風車は、近邦下化仙人相続の落葉性鶴生多年草。本州、四国、九州北部、東アジアに分布し、主に林園に生える。観賞用にも植えられている。茎は、褐色で木質化する。葉は、長さ3から10センチメートルの小葉を3から5枚から、なる、鵜上服用、5から6月に短い若枝の先に白色、または、 泡紫色の花を誕生する。花びらのように見える額は、普通8枚で、長さは7から8センチメートルだが、種類により変異が大きい。やせかは高卵系で、高褐色の羽毛状となる。近縁の鉄線は、中国原産で、普通花びらは6枚。共に、クレマチスの園芸品種の交雑に使われる。白花の品種が、白花風車と呼ばれることがある。 奈良県宇田市の風車自生地が1948年1月14日に国の天然記念物の指定を受けた。船橋市で市の花の指定を受けている。奈良県宇田郡大宇田町で町の花の指定を受けていた。日本では環境省によりレッドリストの純絶滅器具の指定を受けている。以下の都道府県でレッドリストの指定を受けている。大仙沖国立公園などで 指定植物の対象となっている。ありがとうございます。